헤이. 기르자. 나니? 야. 헤이. 자바크라 바토르 스타트야! 자바크라 그랑프리 스카이노 고로 마지막です 果たして 勝利の女神は どちらに微笑むのか? かかってきなさい 負けらんねえな 宿命の 最終決戦 ついに スタートや! ついにバトルのスタートや。いらっしゃいませ。楽しいな。カノです。よろしくお願いします。どうもです。
いいじゃないか。ようこそフォーシャイン。フォーシャイン50万円突破や。はじめまして、アイカだよ。どうも。面白いね君。これはいかが。ここでキララが仕掛けてきた。フォーシャイン大ピンチか。お、助けを求めてるみたいやが。ケリュウちゃんがナイスサポートや。失礼します。ごゆっくりどうぞ。ようこそ。また来ちゃったよ。盛り上がってきちゃったよ。はじめまして、しょうこです。盛り上がりましょう。偉人じゃないか。ポーシャイ、売り上げが100万円突破。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。お、助けを求めてるみたいやが。ケリュウちゃんがナイスサポートや。失礼します。ごゆっくりどうぞ。お願いします。助けを求めてるみたいやが。店長のさりげないフォロー。失礼します。ごゆっくりどうぞ。素敵ですね。盛り上がってきた。よろしく。偉人だね。フォーシャインフィーバータイムだ。ようこそ。フォーシャイン、お会計ですね。延長でご延長ありがとうございます。ありがとうございました。ユアです。よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。美人さんだな。いらっしゃいませ。また来たよ。最高だ。お会計ですね。延長で頼む。ご延長ありがとうございます。そうなんですか。楽しい。ここで1分が経過しました。はじめまして、ユキです。楽しんでいってください。すごいタイプだよ。お願い。助けを求めてるみたいやが。お、助けを求めてるみたいやが。店長のさりげないフォロー。失礼します。ごゆっくりどうぞ。フォーシャインフィーバータイムだ。ケリュウちゃんがナイスサポートや。お会計ですね。500万円突破や。お会計ですね。また来てくださいね。お願いします。フォーシャインフィーバータイムだ。いらっしゃいませ。まだ来てたよ。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。お願いします。盛り上がってきちゃったよ。
社員の売り上げが絶好調や。お願いします。やるやないか。こうやけです。盛り上がってきた。よろしくお願いします。人間じゃないか。2分経過。ようこそ。最後まで油断は続けてよ。お会計ですね。ありがとうございました。はじめまして、小雪です。いらっしゃいませ。かわいいじゃないか。いらっしゃいませ。また来たよ。かわいいね。売り上げが大台になったね。かわいいね。働きも当社員フィーバータイムだ。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。 お会計です。助けを求めてるみたいんやが、ケリュウちゃんがナイスサポートや。ようこそ放射員へ。残り時間はあとわずかや。助けを求めてるみたいんやが、ケリュウちゃんがナイスサポートや。ようこそ、また来てるよ。面白いです。盛り上がってきた。助けを求めてるみたいんやが、ケリュウちゃんがナイスサポートや。本気でいくわ。ありがとうございました。これは超お金持ちが放射員に降臨や。パーティーはこれからだ。ありがとうございます。楽しいですね。放射員最高。カッタンはどこのドイツへ。そうだな。
이어 쭉
キリュウさん、大阪のお客さんってアグレッシブな人が多いんですかね。ん？どうかしたのか。前の店の時よりも積極的な方が多くって、この前も何もない日にプレゼントくれたりとか。ほう。だがそのくらい他の店でもありそうだが。それがそのプレゼント、なんと車だったんです。おお、車だと。はい、さすがに慌てちゃいましたね。車をプレゼントなんてなかなかできるもんじゃない。それだけユアは愛されてるってことさ。そうですね。あ、もちろん車はお返ししましたけどね。でも嬉しいけど悪いなって気もしちゃって、こんなことまでしなくても愛は伝わってるのにって。ならそれを言ってやればいいさ。客からの気持ちが一番嬉しいのと同じように、ユアからの気持ちが客も一番嬉しいはずさ。キリュウさん、確かにそうですね。ユア、感謝の気持ちをもっと伝えようっと。うん。ああ、きっとみんな喜ぶさ。しかしユアはモテるみたいだな。言い寄ってくる客の中に気になる奴はいないのか。みんないい人ですけど、恋愛対象に思える人はいないかな。ユアの理想が高すぎなのかな。どんなタイプがいいんだ。強いて言うなら、かっこよくて、優しくて、強くて、お金持ちで、白馬に乗ってる王子様かな。なるほどな。ユアなら出会えると思うぞ。本当ですか。キリュウさんがそう言うなら期待しちゃおっかな。ちなみにかなり理想に近い人は見つけたんですけどね。おお、そうなのか。はい、白馬には乗ってないんですけど、それ以外は完璧な人がいて。おお、なら、そいつが今後白馬に乗るか注目しないとな。そうですね。早く乗ってくれないかな、その人。しかし客からの人気もかなりのもんだな。やはりユアはキャバ嬢としての才能があるんだろう。自分でも合ってるなとは思います。でも才能があるかっていうとどうだろう。どうしてそう思うんだ。だってユアボンミスが多いんですよ。ドジっ子だし、細かい失敗も今もたくさんしてます。特に困ってるのは、お客さんの名前をよく間違えちゃうことなんですよね。間違える？うん、キリュウさんも最初はキリナマさんだと思ってたし、ソウテンボリもアオテンボリって読んでたし。ユア、そんなところも含めてお前の魅力だと思うぜ。ドジっ子が好きな男も多いからな。キリュウさん、ありがとうございます。でも人によっては失礼に思う人もいると思うし、ミスは減らしていきたいな。ああ、ユアが気になるなら勉強してみてもいいかな。手伝うぜ。本当ですか。じゃあその時は家庭教師お願いしますね。ん？あれあれあれ？どうかしたのか。早速ですけど、この漢字読めないな。
たんないな、ユアは。どれ、俺が教えてやろう。うわ、ありがとうございます。これなんですけど。この文字か。うん、お寿司屋さんって難しい漢字が多くって、ユアってダメな子だな。この文字は俺はイワシだ。へえ、そうなんですか。キリュウさんすごい。まあこんなところだ。あれ、どうかしたのか。あそこの壁にこの字の振り仮名が書いてある。ブリですって。ほほ、そうきたか。そうきたかじゃないですよ、キリュウさん間違ってるじゃないですか。すまんすまん、俺の勘ではイワシだったんだがな。勘で答えないでくださいよ。もう自信満々だから信じちゃいましたよ。Somebody say I'm good.
いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。素敵ですね。素敵だよ。最高や。アイカです。よろしくね。今日は盛り上がる。かわいい。ようこそ。どうも。どうしたの？どうにもやるぞ。お願いします。助けを求めてるみたいやが。翔子と申します。フォーシャインへようこそ。いいねいいね。ケリューちゃんがナイスサポートや。失礼します。ごゆっくりどうぞ。助けを求めてるみたいんやが。助けを求めてるみたいんやが。フォーシャイン、失礼します。売り上げが100万円突破。ケリューちゃんがナイスサポートや。ごゆっくりどうぞ。店長のさりげないフォロー。失礼します。ごゆっくりどうぞ。フォーシャインフィーバータイムだ。お願いします。助けを求めてるみたいんやが。店長のさりげないフォロー。失礼します。ごゆっくりどうぞ。助けを求めてるみたいんやが。店長のさりげないフォロー。失礼します。ごゆっくりどうぞ。お願いします。お会計ですね。会計ですね。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。ありがとうございました。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。お客様。最高や。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいいね。ようこそ。フォーシャイン。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。そうそう、かわいいね。ここで1分が経過しました。ユアです。よろしくお願いしますね。今日は楽しみましょうね。はじめまして、ユキです。楽しんでいってください。よろしく。フォーシャイン、フィーバータイムだ。フォーシャイン、ついに500万円突破や。
フォーシャイン、フォーシャイン、フィーバータイムだ。フォーシャイン、売り上げが大台に乗ったね。お会計ですね。みんな働きもんやな。お会計ですね。ありがとうございました。いらっしゃいませ。また来たよ。お客さん、最高だ。お願い、お待ちしてましたよ。ようこそ。お会計ですね。お会計ですね。今日はありがとうね。楽しいな。どうもです。タイプだよ。お願いします。いらっしゃいませ。お会計ですね。盛り上がりましょう。偉人じゃないか。ようこそ。また来たよ。大変だ。いや、最後まで油断はしちゃいけへんで。キララと申します。楽しみましょうね。いらっしゃいませ。助けを求めてるみたいやな。店長のさりげないフォロー。かわいいな。助けを求めてるみたいやな。キリュウちゃんがナイスサポートや。失礼します。ごゆっくりどうぞ。フォーシャイン、フィーバータイムだ。信じられない売り上げや。これがフォーシャインの実力やな。残り時間はあとわずかや。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。お願いします。助けを求めてるみたいやが、キリュウちゃんがナイスサポートや。お会計ですね。延長で頼む。ご延長ありがとうございます。お願いします。お会計ですね。ようこそ。また来たよ。最高だ。素敵だよ。はじめまして、小雪です。今日は楽しみましょう。フォーシャイン、フィーバータイムだ。お客様のご来店。フォーシャイン、腕の見せ所やで。パーティーはこれからだ。もしやばい。夢のようです。楽しいですね。フォーシャイン、最高。
どうだ、フォーシャインには慣れてきたか。まあ私の方はそれなりにね。でも周りの子はまだ慣れてないんじゃないかな。どういうことだ。なんだか私にまだ遠慮してるところがあると思うの。ほら、周りの子よりも私は年上ってこともあるし、どう絡んでいいのかわからないんじゃないかしら。確かに、伝説のキャバ嬢といきなり一緒になったら距離感をつかむのが難しいかもな。でもそういうの好きじゃないのよね。どうしたら普通に接してくれるかしら。キララから歩み寄ってみるのはどうだ。私から？ああ、やはりキララみたいな伝説のキャストにいきなり話しかけるのはハードルが高い。逆にキララから話しかけてもらえたらみんな喜ぶと思うぜ。自分からか。確かにそうかもね。もしかしたら私自然と話しかけるなオーラが出ちゃってるのかもしれない。あんまりキャラじゃないけど、試しに自分から声かけてみるわ。ありがとう店長。しかし年の離れた人と砕けた関係を作るってのは誰であれ難しいもんだよな。キリュウさんもそういう経験あるんだ。まあ昔いた組織ではいろいろあったぜ。まあ俺はその組織では年下の部類だったかな。かなり上下関係が厳しい組織だったが、冗談を言ったりして和ませてくれる先輩はありがたかったし、助けられたな。冗談か。私もダジャレでも言ってみようかしら。いいんじゃないか。でもダジャレなんて全然言ったことないし、何かとっておきのダジャレとかあったら教えてよ。とっておきのダジャレか。それはカズマのおカズマなんてどうだ。え、カズマのおカズマ、どういうこと。わからないか。ごめん、説明してもらえると助かるかも。だカズマ、いや俺のことだが、それが誰かに自分のおかずを取られてしまった。それで？で、それは自分、カズマのおかずだと主張する。カズマのおかずだ、お、カズマのおかずまってな。ああ、そういうこと。はい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 。やっと分かってくれたか。どうだ。分かりにくい。私カズマじゃないから、そもそも使いどころないし。悪いけどボツね。涙が出そうだぜ。そういえばキララは趣味とかはあるのか。趣味？ああ、趣味の話でもすれば盛り上がりやすいんじゃないかと思ってな。趣味はいろいろあるけど、そうね、最近はギャンブルに興味があって。ギャンブル？うん、この前初めてやってみたんだけど、レースの予想が的中してすごい嬉しかったの。それまではあまりやってこなかったんだけど、あれはハマっちゃうのもわかるなって思った。私もハマりすぎて散財しないように注意しなきゃって思ってるんだけど。はあ、キララがハマったギャンブルってのは。恋愛か？え？どういうこと？いや、人間にとって最大のギャンブルは恋愛なのかもしれねえと思ってな。キリュウさん、意外と詩人なのね。
普通に競馬ですよ。うん、普通に競馬か。お馬さんも可愛いし、競馬場っていいですね。いつか桐生さんも一緒に行きましょう。そうだな、考えておこう。約束ですよ。しかしキララが競馬が好きとは意外だな。そう？とっても奥深くて面白いですよ、競馬。かけ方によって人間性が出るところとかも面白いなって思うポイントかな。人間性？うん、大穴をつくか本命にすがるか、複数にかけるか一つに絞るか、どういうかけ方をするかにその人の性格とか本性が結構出るのよね。ほう、なるほどな。キララはどういうかけ方をするんだ？私はお金というよりは夢を買いたい感じだから、大穴とかオッズの高い馬に絞ることが多いかな。キリュウさんは競馬をやるとしたらどんなかけ方をすると思う？俺は大穴一筋だ。キリュウさんも私と一緒ですね。ああ、小銭を稼ぐよりも一攫千金を狙う、そういう男でありたいからな。男らしい。キリュウさんと私性格的に合うかもしれませんね。そうかもしれないな。